はい、今回はですね、アドレナクロムと、三浦春馬の関係について、ちょっと調べてお話していきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最初に言いますが、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということで、真相がわからないので、まあ、何とも言えない部分がありますが、今回の話っていうのはだいぶね、やばい話だなとかっていうのを思うんですよ。まあ、リスナー様も、思ってらっしゃるとは思いますが、三浦春馬さん、まずですね、マスコミ報道では自ら命を絶ったということになってるんですが、ほぼ、丸された可能性がまあ高いと。で、この三浦春馬さんが、まあ、丸されたっていう話なんですが、まあ、手島保養所っていうね、まあ、アミューズっていう芸能事務所の離島が関係してるんじゃないかっていうことがまあ言われていて、僕もそう思います。この手島保養所ってところで、まあ、子供を相手にね、まあ、小児性愛、ペドフェリアとか、あとはアドレナクロムって言って子供をね、まあ、恐怖に、陥れて、その、驚かされてる、怖い思いしてる子供から、まあ、アドレナリンという、ね、ものが出て、その酸化したアドレナクロムというものを、まあ、摂取していたと。まあ、それは若返り、アンチエイジングに効果があるということ、そのことを掴んでそれを暴露しようとして、丸されたという話かと思っていたんですが、おそらくそうだと思うんですが、ちょっと調べているうちにいくつかというか気になることがありまして、もうちょっと奥が深いんじゃないかということを思うわけですよ。で、何かという話なんですが、今回ね、ちょっと初めてっていうかお話してみますが、イルミナティと白いウサギの関係についてっていうようなことなんですよ。一体何かっていう話なんですが、まあ、世界の秘密結社であるイルミナティですね、このイルミナティもペドフェリアとかアドレナクロムを、まあ、しているっていうことが、まあ、ほぼほぼ言われている、悪魔崇拝とかって言われているんですが、このイルミナティの中に白いウサギっていうのがあるんですね。この白いウサギっていうのが子供の、まあ、まあ、人の肉を、まあ、刺すっていうことで、まあ、このね、この白いウサギって子供の人の肉をどうしてるのかっていうのは分かりませんが、まあ、何かしらしているとは考えられます。そして、この白いウサギっていう、ことがですね、まあ、もう一つ違った意味で、出てくるんですよね。それは何かっていうことなんですが、白いウサギと、日本赤十字の関係についてっていう、ことです。日本赤十字っていうものがありますが、この日本赤十字の裏にですね、これイルミナティがいるっていうことが、これ分かってるんですよ。明確なる根拠があります。イルミナティの、まあ、上の方にいる、ジョージ・ソロスっていう方がいますが、この人財団を作っていて赤十字の、まあね、運営をしてるんで、当然ですが日本赤十字も、その下に入ってると考えます。つまり、まあ、イルミナティの下に、まあ、日本赤十字っていう、まあ、医療が関係してるわけですね。で、この日本赤十字のマークが、まあ、白いウサギって言われてるんですよ。つまりどういうことかって言ったら、イルミナティと白いウサギと日本赤十字っていうこの3つがつながってきますね。うん。で、ここからだいぶね、まあ、よからぬ話かなとかっていうのが思うんですけれども、今回の話に一つね、まあ、ちょっと難しいのが、関係してくるんですけれども、まあ、安倍晋三がね、何らかしらでアドレナクロムに関与していたのではないかといった、そういった黒い噂が出てるんですよ。で、この、噂だけだったらちょっとね、まあ、難しいし、いけないところがあるんですが、これっていうのも調べてみると、分かることがあるんですよね。うん。安倍晋三の父親がですね、安倍晋太郎って言って在日朝鮮人ってことが分かってるんですよ。で、安倍晋三も、在日朝鮮人で、李晋三っていうことが、まあ、言われているわけですよ。そしてこの李晋三の李に注目するんですが、李家っていうことなんですよね。なんていうのかな、李っていうのは、木ね。木に子供の子で家とかでリーケっていうのなんですけど、このリーケっていうのがアメリカディープステートの傘下っていうことなんですよ。だつまりここまでのことを一回もう一回整理しますが、一番上ピラミッドの一番上にイルミナティがいます。その下にアメリカ CIA、あとその横にでしょうね、ディープステートっていうアメリカの、まあ、裏側で動いている、まあ、闇の政府とかって言われる、まあ、ディープステートがあります。おそらくその下にですね、まあ、リーケ、あるいはリー心臓が関与してるんじゃないかっていう話ですね。だいぶここまででやばいなとかって思いますが、さらにその話が、まあ、広がっていきますが、この、まあ、アドレナクロムを昔、ちょっと前にですね、販売していたということで、富士フィルムっていう会社が一回注目されたことがありましたね。うん。
富士フィルムってアドレナクロムを販売してるんじゃないかっていうことを言われて、富士フィルムはこのことに関しては一切回答していなかったんですが、まあもちろん証拠がないんですが、この、富士フィルムの件はですね、トルコの国営放送でも調べられたみたいなんで、まあ証拠がないなとは言いながら、安倍晋三の、友達である、富士フィルムの社長、が、まあ小森重隆っていうんですか、この人が、まあ何らかしらの疑惑があるんじゃないかっていうことが言われた。でさっきお話ししましたが、安倍晋三は、リー晋三であって、まあリー家、ディープステート、と関連があるっていうことですね。ディープステートの傘下にリー家が入ってるってことで、噂が出たっていうこの富士フィルムですが、まあ何かしらあるんじゃないかっていうことが考えられますよね。そして、これっていうのはあんまりね、いい話ではないんですが、この富士フィルムっていうのは武漢でアドレナクロムを作ってたんじゃないかっていうことは言われてるんですよ。武漢って言われたら分かりますよね。今世界で、まあ日本でもそうですが、多くの人をね悩ませているウイルスですね、それをの出どころも、武漢っていうことだから、これっていうのは分からないんです。証拠がないだけですけど、おそらくものすごいアドレナクロムをはじめとした、まあ医療利権、巨大利権が関与していた可能性が浮上しますよね。まさか同じなんていうのかな、偶然の一致とかっていうのは考えられないんでね、全くそんな偶然なんていうのは考えられないと思うんで、さらに、もうちょっと入っていきますが、富士フィルムっていう会社ですが、もともとね、武田薬品っていう会社、だったということが分かっていて、この武田薬品っていうのは731部隊っていうことまで、の関与っていうことが分かってるんですよ。で、731部隊って日本にね、まあ、ありました。これっていうのはアメリカ CIA に、買収されてるんで、どういうことかって言ったら、構造がまた出てくるわけですよ。アメリカ CIA の下に、この、まあ、なんでしょうね、武田薬品がいる。あるっていう、そう、富士フィルムがあるっていう、そういった話で、証拠こそないですが、安倍晋三とですね、この富士フィルムの社長ですね、小森重隆っていう人、友達だって言われてるんですよ。つまりここまで話した話が表側では何にもわからないんですが、裏でおそらく全部つながってるんですよね。うん。そして、まあ一番上に、まあ、イルミナティがあります。その下に、まあ、アメリカ CIA、 ディープステートとあって、その下に、まあ、リー家、まあ、リー晋三、あるいは、富士フィルム、そこら辺が、まあ、関連してるっていう、そういうような話だと思います。そしてそこに、どのような形でかは分かりませんが、三浦春馬さんが気づいたんじゃないかっていう話ですね。当たり前ですが、こんなものにアンチをかましてしまった場合、アドレナクロムにアンチをかますって言っても、イルミナティにアンチをかます、当然ですが、まあイルミナティの下にいるね、アメリカ CIA の傘下の人間がすぐ動いて、それで、まあ、丸された、そういうような疑惑が出てくるんじゃないかっていうことです。今回調べていて思ったんですが、もちろん証拠がないんでね、何とも言えませんが、まあ世界の問題とされていますが、実は日本の政治家ね、まあ安倍晋三とか、小池百合子にも、実はアドレナクロムをしてるんじゃないかという疑惑が出てるってことがインターネット上に出てました。果たして本当なのかどうかっていうのは分かりませんが、日本の手島保養所、そういったことに利用されていた可能性、かなり考えられるんじゃないかということを思いますよね。だつまり三浦春馬さんの、亡くなった裏側には、当然ですがアドレナクロムっていうのもそうですが、この日本赤十字とかっていうの闇とか、そういったことも多分関与してると思うんですよね。うん。ここまでの、ま、流れでね。だ単純にアドレナクロムを暴いたっていうことだけじゃないんじゃないかっていうことを思いますよね。その日本赤十字との上にはイルミナティがいるんで、ま、そういったことを、ま、いくつもいくつも暴いていった場合は、ま、当然ですが、ま、イルミナティの、ま、下のアメリカ CIA の、ま、人間が、ま、動いて、丸した、そういう話だと思いますね。だから、この白いウサギっていうのが多分ちょっと別にというかキーワードになると思うんで、まあ、イルミナティと白いウサギと日本赤十字、あとはですね、まあ巨大な、まあ医療利権の闇、そこら辺が、この、三浦春馬さんが、丸されたことに大いに関係してるんじゃないかということを思います。もちろんね、証拠がないんで、手島保養所を暴いただけなのかもしれないですが、まあそれでも もちろん暴いてるんですけれども、おそらくね、何でしょう、この裏でつながってる、それこそ暴いてはいけないものまで何かしら一つあるいは二つかわからないですが、気づいて、その結果、まあイルミナティの下部組織のアメリカ CIA の人間が、まあ、ヒットマンでしょうね、出てきて、丸されたっていう、そういう話だと思うんですね。もちろん、証拠がないんで、
まあ、いろんなものを調べてみましたが、一見すると何もつながらないなって思ったお話が、さっき僕が お話ししたように、ね、あの富士フィルムの話と安倍晋三もつながっていると、例えばリーケとディープステートがつながっていると、白いウサギっていうのはイルミナティと日本赤十字とつながっていると、後ろで多分全部がつながっているんですよ。でそこら辺の、つながっていたものをいくつか、見抜いた、そしてですね、それが、まあ、何かしらの形で、まあ、証拠という形かは分かりませんが、まあ、注意喚起を促したということで、やっぱりイルミナティにもちろん反感を買って、その下のアメリカ CIA の人間が動いて丸されたという、実はですね、このアドレナクロムと三浦春馬の関係は、ものすごい日本の闇、まあ、世界の闇でしょうね、世界の、医療利権の、闇について、まあ、何かしら知ったことが関係しているのではないかとちょっと僕は思いましたということで、これってのはものすごく難しい話なんで、わからないものはわからないんですけれども、まあおそらく僕が調べて、ちょっと思ったんですが、この三浦春馬さん、まあ、世界の闇ですね、まあ、医療業界、医療利権の闇を暴いたことも、まあ、ちょっとマルセラのことに関係してるんじゃないかなって、まあ、アドレナクロムのこともそうなんですけど、それ以上の多分何かを踏んでしまった、暴いてしまったことなんじゃないかっていうことをちょっと僕思ったんで、今回はお話しさせていただきましたということで、今回のコンテンツここで終わらせていただきたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。